俺だよって声どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。モンスターハンターボールドアイスボーンやっていきます。よろしくお願いいたします。今回紹介する武器はこちらでございます。すごいなんか獰猛とした、なんか怖い武器だよね。なんかちょっと血みたいなのがついてるし、なんだこれっていう感じなんですけども、今回ね、こちらのガンランスを紹介していこうかなと思います。多分読み方合ってると思います。ゴージュソーディグラトニーでございます。レア度12、攻撃力644の切れ味白ゲージ、回心率マイナス 30%、属性390、流風力大の放射型レベル6ということで、一般的にこの武器を使うのであれば、ため砲撃一択ではあるんですけども、まあこの武器はですね、実は前作の、防重装グラグリードという、前のね武器があったんですけども、その時は殴り特化ガンランスとしてブンブン振り回す武器だったということでですね、今回はあえて放射型レベル6は置いといて殴り特化で、装備を組んで見ました。まあね、砲撃レベル6のと、攻撃力が高いので、まあ、流行砲もね、狙えれば狙っていこうかなといった感じでございますね。まあ、殴り特化で使うというのであればやはり切れ味ですね。やっぱここの切れ味は紫は欲しいかなと。そして、まあ、会心率がマイナス 30%、 ここどうするかってとこですねマイナス30ってでかいね。かなりしんどいですけども、まあ、こんな風に装備を組んでみました。EX 金色を2つ採用することによって心眼で弾かれなくなりました。匠じゃないごめんなさい、殴り特化なので弾かれるとね、ちょっとテンポが崩れちゃうので、心眼採用しました。で、見切り7対匠ガード性の攻撃4、体力増強、超会心、弱点特攻といったとこですかね。まあ、かなり、攻撃にブン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 振ってるような、状態でございます。防御スキルがガード性のしかないのでですね、どうするみたいな感じなんですけど、大丈夫かなこれやっていけるかなといった感じなんですけども、まあこういったたまにはね、こういう火力特化のスキルもいいんじゃないかなと思います。装飾品はこんな感じですね。今回切れ味ケアのねスキル載せてないのでですね、どうしようかなといったところですね。まあここの攻撃値抜いてもいいんですけど、回心率と基礎攻撃力ちょっと下がるからな、難しいとこですねここ。どうしよう見切りってかどうしようかな。匠とか削って合人研磨とか入れた方がいいのかどうかわかんねえな、これもう。わかんねえな、これ。どうしようかな。ここ合人研磨にした方がいいのかな。どうなんでしょうね。もうスロット数が足りなさすぎて困るよね。まあまあ、いや、とりあえずちょっと、せめてちょっと切れ味ケア持っていこう。ね、紫ゲージでなるべく戦いたいっていうのもあるので、ちょっと今回すいません、攻撃レベル4やめて合人研磨にしときますね。まあおとなしくこうした方がいいかなと思います。まあね、火力特化の合重装ディグラトに、当時の殴り特化の威厳を取り戻すことができるかどうか分かりませんけども、やっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきましょうか。今回討伐していくのはテオテスカトルでございます。まあね、殴り特化というのであればよ、殴り特化というのであればやはり肉質を軟化させないと最大火力が出ないということで、まあ傷つけをしていきたいんですけども、なんせガンランスは傷つけは2回組なので、まずまともに戦っちまえば、傷をつけることなんてまずできない悲しいね、本当に悲しいよね。マジできついもんね。だって仕方ないじゃない。ほら、こっち来なさい、ほら。さあ、じゃあやっていきましょうか。あれ何や、何こっち向きなさい、ほら。ちょ、一回方向してくんない？なんでやねん。もう、ガードしてたし、私。なんで、狙っていくには、まずね、まずスリンガーでまず壁をぶっつけるようなところからスタートやな。はい、そこどこ向いとんねんもうまっすぐ見とけ、自分の道をまっすぐ信じろ。なぜ横見た、よそ見するから。まずまずいんで一旦逃げます。ちょっとスリンガー持ちましょう。もうぶちかまししていかんとやってらんねえわ、ほんまに。よいしょ、オッケーじゃねえし、もうどうすんのこれ。やばい、ピヨりたくねえんだよな、動きもあるしな。ちょっと救援鳴らしてちょっとおとり出そう。おとりつつじゃない、まあ肉質柔らかいとこといえば頭なんで、頭全体的に狙っていかないとダメなんですけども。さあ方向、怒ったので、怒ってないね、まだ怒ってないけども、多分スリンが一発やったらいけるか。待って待ってっつったやんけ
もう待ってって言った俺は。俺確かに言ったからね。あ、気をつけて。オーケー。やっとだよ。そら。よっしゃ。これで傷つきを2回入れます。まず1回目。誰だよ、傷つけとか考えたやつ、マジで。まあまあ、100歩譲って傷つけるのは OK。傷ついた？傷ついてないね。傷ついたか？どっちだ？判定としてはどっちですかね。今の全然見えてなかったけど。どっち？傷ついてる？傷ついてなさすけじゃね？なんか。傷ついてんのかな？傷ついてるんやったら、傷ついてる！よかったー！傷ついてるんやったら、やっとこっからダメージが入っていくんやけども、傷をつけてから本番なんすよ。やっと殴りとかが動け。うぅ！ちょっと待って待って！あ、センキュー。あ、オッケー。近づいて。で、こっから頭部がダウン、頭部の、ダメージ蓄積されて、大ダウンして、投げ払い入れて、やっといい火力が出せるっていう殴り特化。はぁ？なんなんだよ、マジで。愚痴しか止まんねえよ。ブレーハ。愚痴しか止まんねえって意味がもわかんねえけど。まあでもな、まあもうアイスボーンの、待って、それ！アイスボーンの、危ない！危ないって！ちょっと待って！ちょっと待って、爆発する、俺。で、しかも傷つけ確か90秒 ?90 秒でしたっけ ?90 秒しかないので、ぜひとも、待ってくれ。何をしてるお前は。当たるここ。さすが当たるもんな。90秒しかないので、違うけど。もういいや。違うけど。よっしゃ。加速規制投げ払って。なんで回心が出ない。でも237。頑張ってる。もう殴りとかじゃなくなって傷が終わってる。治ってんだけど。なんで治ってんだ。お前はディオか。よし、ダウンした。傷つけようぜ。傷つけようぜって意味わかんねえんだけど。もうやばいやばい。俺ちょっと爆散しちゃう。ちょっと待って、せめて。もう一回だけやらせてくれ。頼む。もう一回刺さって。よし。刺さった。今刺さった。絶対傷ついたもんね。はあ、息が切れる。なんだこの戦い方、マジで。ナイス、猫ちゃん。素晴らしい。殴り払って。322。よし、頑張ってる。322が投げ払いで出せるようになりました。やっとこれでまともなダメージが出せる殴りとかと思うけども、ここまでやるまでの道のり長くねー。マジ長くねー。どうすんの、マジ。傷つけシステムなんとかなりませんかね。せめて90秒から120秒とか長くなってくんねえかな。90秒って長くない?ちょっと。落ちろー！よし。なんとか止めた。なんとか止めたけど、俺、あ、ブレー。なんとか止まったが、実はこれ切れ味紫なんで、白ゲージでもいいけど、ちょっと、当たるこれ。当たらない！ハッピー！それはありがて。叩きつけてー！オッケー！ダメージ出してけ！出してけ！上げてけ！上げてけ！よし、来た！飛ぶ！からの投げ払い当てる。そら当たってるんだけど。はあ、もうもしかしてだけど俺って傷つけにこだわりすぎているのではないかという、ちょっとした自問自答をしたいんだけど、傷つけはしなくていいのか。でも俺今回弱点特攻採用してるから、傷をつけるのは当たり前のことなんだよ。ほら、もう傷治ってるし。もう何なんだよ、マジで。なんか切れそう。もう切れてんだけどね。乗りてえな。乗りてえな。乗れねえな。頭だけを狙うっていう立ち回りは間違ってないはずっちゃうね。で、まあ、弱点特攻採用してるから、傷をつけなきゃいけないっていうのもよくわかる。そうだろ。で、こういうところとかも少ないチャンスで傷をつけていく。悪くない。ここまでのやり具合は悪くはない。さあ、こっからだ。さあ、一回傷つけて入ってるから、あともう一回刺せば傷がつく。そうだろ。さあ、これさ、同じ部位をさ、こう、攻撃し続けたら傷がついてくるみたいな、そういう仕様とかになんねえのかな。もし傷つけ入れるというのであればね。これ実は、これチャンスなのでは？待ってー、ちょっと、おい、スリンガー外すとか話ならんしょ。叩きつけるぜ。ダメだ、反応しねえ。
はい、大丈夫。切り上げて。待って。噛みつきしっかり。おっしゃ、来た。で、今、傷つき1回入れてっから、ダウンの時に傷、これで傷がつくはず。ついたはず。さあ、ここから投げ払い。よし、傷ついてる。90秒間。そら。当たってね、頭に。一旦ガードしよう。当たるからね。さあ、叩きつけて。どっち向くね。そっち行くのね。オッケーオッケー。ぶちかましも狙っていきたいけど、ここ壁ないんですよね。ここ壁ないから乗りたいっすね。そこ、よーっしゃ。行くぜ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 。フルブルース。オッケー。イエスサー。さあ、こっから投げ払い入れてこい。マジでやっといけるぜ。そら、おい、会心に殺到しろよ、お前。弱点どこ発動してんだって。そら、おい、投げ払いだけ発動してねえと、お前、どういうことだ、お前。おい、何なんだよ、このゲーム、マジ。そこ、オッケー、投げ払い、ブン、ダー、もう、投げ払いのとこだけ会心率ゼロなんですか。どういうことですか。なあ、来た。さあ、ここで一旦降りて、あ、もう紫ゲージ終わってるし、おい。投げ払い入れます。もう頭当たらないと分かってたよ。分かってたけどやるしかないんだ。男にはやらなきゃいけない時だってあるんだ。はい、追いついた。いや、この時に怒ってなかったらな、ぶちかまし狙えるんだけどな、ここで。さあ、噛みついてくる。切り上げて。ここは当たるな、この位置は。そうだな。大ダウン。オーケー、ひるんでからの投げ払い。なんで回収率出ねえんだって、だから。うわ、なんで出ねえんだよ、マジ。投げ払いの時だけ回心率ゼロですか。マジゼロなんじゃね、本当に。こっちは積んでんだよ、しっかりと回心率を。よう、見切りも採用してるしよ。まあまあ、言うても65ですからね。こう当たるんじゃない、当たらないのか。じゃあ前詰めてたわ。まずい、それまずい。一旦逃げようか。火がついてる。しっかりガード。はい、OKOK。傷がつくのが終わるぞ、もうすぐ。ちょっと待って、傷がつくのがもうすぐ終わっちまうんだけど。90秒ってマジ短いからな。もうなんでそっち向くんだよ。こっちを向いてくれよ。あー、まずい。投げ払いが当たんねえな。長い、投げ払いに行くまでの道のりが遠すぎるわ。あぶへ、もう傷治ったろ絶対。俺の体感は間違ってねえ。ほら、傷治ってる。傷治るって何。傷パワーパッドでもついてんのか、こいつを。マジでなんで傷治るんだよ。傷パワーパッドってマジで治るけど、ついてねえだろ、このご時世。ないだろ、そんな。もういいや、投げ払うわ。ここでブンブンやってた方が、なんか火力取れそうな気がするわ。マジ、投げ払いの時だけマジ発動してねえんだけど、なんでやねん。マジで発動してんだけど。やばいって、ほんとに。はい、おはようございます。さてと。傷を狙うことは間違ってないが、ちょっとさすがに傷つき2回つけるこの武器にとってはマジで相性が悪いということが今回この動画で分かっていただけたかなと思います。まあ、もちろんね、傷つけるタイミングっていうのはやっぱこう難しいしね、何かしらこうなんか特化してないとダメね。少なくともよく分かったことが、なんかその不動を切るとか何なりかとかね、やっぱそういうのが必要になってくるということが今回よく分かったのですね。まあ、普段通りでこう狙っていくのは非常に難しいということが分かった。今更麻痺ってもなーってとこですね、これ。やるけど。叩きつけ、入らない。本当にすごく難しい。しかも傷つけることっていうのが本当に難しいね。維持するのが。殴りとか、頑張ってやっても200、300ですからね。それはため砲撃強くなっちゃうわなっていうのがこう使ってわかるよね。そういうのって大事だと思うんですよね。そう、実際に使ってみてわかる。そう、やっぱ改めてやっぱそうだねという。 OK、 スリンガー来たよ。 OK、 さあ頭で叩きつけて投げ払っていきましょう。 OK、 突進しっかり。ガードは当たってないからいいけど、動き見て頭。そう、危ね、爆発する。しっかりガード叩きつけまーすと思ったけど、やべやべやべ
これぶちかまし狙えんな。今だ、振り向いてちょうだい。そこです。よし、やっとだ。でも155ってことはもう倒せるなこいつ。あ、終わっちゃう。ちょっと入力ミスんな、入力ミスんな。はい、はい、最後とどめブース。とどめじゃねえし結構の今の流行法は割と勝負だったけどね。はい、おはようございます。投げ払いで倒せるかな、どうだろう。当たっちゃった。やば当たっちゃダメだろ投げ払いで起こす予定やったのに当たっちゃダメだろ。ちょっと若干ね、当たるかなと思ったっちゃうね。あれ、落ち着いて。やばい、粉塵がやばい、粉塵がやばい。 OK 解除。しっかりとここはガードしてね、振り上げて。やばい、うーん、ダメでしたね。あの噛みつき当たるとちょっとテンポ崩れちゃうからね。落ち着いて、落ち着いて、しっかり見て、頭の向きをしっかり見て。うっ、あ、やばい、この2回連続はまずいですよ。ピヨルかもしんない。テオテスカトル戦でピヨることは死を意味するからな。ありがたい、爆発。よし、遠いね。さあ、粉塵もしっかりと解いて。まずいね、噛みつき。そう、コリューはね、寝てからが本番なんですよね。オッケー、来たー、ありがてー。そら、じゃあ投げ払って、投げ払ってからの流行法いきましょうか。よいしょ、はい、よし。流行法強いね。うん、やっぱ攻撃力高いのと攻撃レベルが6だからやっぱ強いんですけど、いやー、殴り特化きついなー、ガンナンスはモンスター次第なのかなといったところですかね。うん、せっかく傷つけてね、あの最大の火力出そうと思っても結局お手軽のため砲撃にはかなわないと。うん、やっぱ傷つけ、うん、傷つけのシステム、まあいるのかなやってみてわかるけどね。うん、では、リザルト画面までカットします。はい、ということで、リザルト画面です。20分だぜ、20分かかりすぎだろまあいいやはい、ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。